そうですね、フランスの出版社の方が自由にやらせてくれます。そうですね、神様を意識したわけではなくてですね、もうノアの箱舟がとても有名なタイトルだから使おうというアイデアが生まれたんですね。であとはもうどうせだったらそういう神話聖書から、まあ、聖書に限らずいろんなそういう有名なアイデアをちょっと持ってこようと思って、そのパンドラの箱だったりですね、いろんなものを使っています。そうですね、やっぱり、漫画の描き方っていう部分を見て学びましたし、あとはその仕事のスタイル、とてもそのリラックスしてやられてたんですね。漫画の仕事ってすごく大変な仕事って思ってましたけど、すごく真島先生は楽しくやられてたので、そういう楽しく仕事をやるっていうスタイルを一番学んだかなと思います。はい、そうですね、もう今回のこのフェスティバルに読んでもらったのもそうですけど、もうフランスと日本で可能性が広がってます。もう起きてずっと机の上で、机に向かって仕事してます。で、まあ、仕事っていうよりも絵が好きなので、すごく仕事っていう気持ちと、まあ、絵を描く楽しさで向き合ってます。難しいです、その日によって違うんですけど、でももう本当10時間以上仕事してると思います。3巻で一応終わりました。でもしそのもっともっとその売れ行きが上がったら続きを書かせてもらえるかなっていう感じです。今日本で新しい、クレイジーさんという漫画を書いてます。はい、実は来年ユーチャと魔王という漫画は出版予定です、フランスで。まずフランスの子どもたちにすごく漫画の文化が、受けている、とても楽しんでもらえているのは嬉しいです。オノマトペに関してはもう日本人にとってはすごく当たり前のようにちっちゃい頃から生まれた頃から学んでることなの で改めてそのフランスでオノマトペの文化が広がって、そのフランスの人たちにもそのオノマトペの楽しさを知ってもらえたらいいのかなと思います。ありがとうございました。メルシーボーク。